4月20日水曜日の全国の天気をお伝えします。晴れアイコンのところが多くなっていますね。高気圧に覆われて広範囲で日差しが期待できます。ただ那覇は曇りアイコン1つ、雨の可能性もありますので、外出の際は空の変化にお気をつけください。そして東京には雨のアイコンが出ています。雲が広がりやすくすっきりしない天気で、こちらも雨に注意が必要です。外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。日差しの届く地域では日中は気温が上がり、少し暑さを感じるかもしれませんが、朝晩との体感の変化に注意が必要です。関東地方は日差しが乏しい分、前日より気温が上がりにくいので、服装で上手に体感温度の調節を行ってください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。